皆さん、こんばん、こんにちは、ーティンダーム役部、キンタクです。キンタク ECC、ゴールデンウィーク特別授業、限定詞編いきます。限定詞の復習、これ、エニーつく場合もありますね。疑問文のエニー。Do you have any money? お金持ってますか持ってませんよね。そういうふうに。サムも、ちょっと違いがあるのでね。はい。これ、否定的な場合もあるので気をつけてください。何でもどれも、これ、強調する場合もあります。強調でも使いますね。はい。サム、エニー、どれでも、はい。あとはサムはですね、if の説の時。If you need some help, please let us know. 例えばですね、もし何か助けが必要なら私たちに知らせてね,ね。はい。前提条件というのがですね。ゃボ両方である。ボス、マイク、and I have to go. マイクと私2人とも行かなきゃならない。ボース、メ m マイク、and I don't have to go. マイクと私の両方は行く必要がない。これ喧嘩分か解みたいなもんですね、両方とも。イーチはですね、二つ以上のもないことですね、はい。イーチとエブリーちょっと違いますね、はい。あとは、エブリーはですね、これね、 否定文で使いますね、よく。はい。これね、すべてとは限りません。either A or B これ、either 二つのどれか。either A or B is going to be transferred to Thailand.A さんか B さんかどちらかがタイに海外赴任します。どちらかです。はい。否定的な要注意を。either A nor B これね、使えますね。なんとかしなんとかです。どちらもできないですね。はい。 He never eats spicy foods nor likes hot press. 彼は辛いものが食べないし、暑いのも苦手です。そういうもんです。はい。というわけで、えー、わかったかなはい。限定詞でした。バイバイ。